い、皆さんこんにちは。こんにちは。前島三丁目の穴場、ごめんなさい、噛みました早速噛みましたが、はい、始めてまいりましょう。今回が10月5日ですね、はい、の前島三丁目の穴場ですが、なんといっても先週の台風えぐかったですね。えぐかったですね。怖かったですね、あの台風。久しぶりに。あれはちょっとひどいですよね。どうですか皆さん、台風の被害の方は。特にまあ本当停電ぐらいでしたかね、言ってしまえば。停電してたんですね。停電ダメですね、電気が全然。うちは停電って言っても一瞬さっと消えて、あっと思ったらすぐつきました。あ、本当ですか。だから、あんまり被害っていう被害はなかったです、なるほどなるほど。いや、なんかね、本当に数年ぶりの、巨大台風だったっていう感じですね。ということで、今週の前島三丁目の穴場は、この3組でお送りいたします、はい、地酒と地産料理花咲中村と、はい、海鮮炭菜86です。ライブもできるカラオケバーダンプズルーム、はい、今週はこの3組でお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、もう先週といえば台風ですよ、で、また、25号やってきますね。どうですかね、今のところなんか同じコースをたどるみたいな話してるじゃないですか。一応ね、まあ、このラジオ番組実は収録でして、はいはい、台風24号が来た、9月30日かな、29日30日明けての10月1日の収録ですね。はい、で25号が今週末に来るんじゃないかっていう話を、ね、今はい、ハラハラドキドキですね。多分ね、来なくていいよって。この放送が5日なんで、はい、もう万事の時だと思います。来てるか来てないかっていうね。危ない時ですね。多分お家で聞くことになるのかっていうところですね。お家で聞きたくないですね。外出て食事行きたいな、どうしなら。そうですね。いや本当ね、いろんなところで被害があったみたいで、うちはね、ちょっとね、自宅の方は影響あったんですけども、お店はなんとか大丈夫でしたね。うんうんうん、86さんもね、一時期停電してたっていうことで。そうですね、うちも台風自体が、まあ、金曜日土曜日だったじゃないですか、はいはい、で、まあ、金曜日は普通に営業して、うんうん、で土曜日はもうお休み前の日に決めて、さすがにね、お休みしたんですけど、うん、で一応お店は来たんですけど、まあもう停電で、はいはい、土曜日自体停電でちょっといろいろ心配だったんで来たんですけど、まあ、停電で電気つかなかったんで、でちょっと外落ち着いた時に帰って、で、日曜日朝12時ぐらいに来たんですけど、もうその時にはもう停電で、またあ、まだなんか一応10時ぐらいに停電だったらしくて、うん、はいはい、2時間前ですね、要は。あ、一旦戻って、一旦復旧してたんですけど、また停電になって、結局でも4時5時前にはまた戻ったんで、まあ、そこからまた準備してって形でお店は開けたんですけど。いや、停電となるとさ、やっぱり僕ら飲食店ってなると在庫、そこが今度心配で心配で、これがさ、やっぱり丸一日とかってなると、さすがの冷凍もね、ですね、溶けてしまいますからね。じゃあ氷のストックが一番心配で、見たら、そんなにあ、うちは停電なかったのかなと思うぐらい、あ、そうですか、なんともなかったですね。氷ってでも冷凍庫ってやっぱ強いのかもしれないですよね。そうですね、中のものが凍ってるから、そうそうそう、なんか保温効果、まあ、保冷効果、保冷効果かもしれないですね。冷蔵の方が怖いですよね。そうですよね、生物とか特にね。86さん、そう、貝とかなんで、一番ね、ポンプでしょ、水槽ポンプで、そうまあでもちょうどその時はもう在庫自体もそんな少なかったんで、結構持つハマグリとか、はいはいはい、ああいう系しかなかったんで、はい、全然大丈夫でしたけど。なるほどなるほど。今またやっぱ台風の影響で、その野菜もそうですし、野菜もだし、あとお魚がもう全く全然、そうですよね、入ってこないですからね。あ、だからまたね、今週来週までかな、影響あるんじゃないですかね。で、今週末は特にあれじゃないですか、那覇祭り。ああ、そうですよ。そうそうそう、この3連休ですから、うんうん、6、7、8ありますね。で、大綱引きと那覇祭りってありますからね、うん、その、まあ、ビッグイベントがどうなっちゃうのかっていうのもありますしね。そうですよね
皆さん楽しみにしてるだろうから、そう自分の友達もあの東京にいるんですけど、はいはい、その那覇祭りの期間帰ってくるって言ってるんで、もしかしたらその台風当たったら戻ってこれないし、いやっていうのが出てくるんで、もうだからあとこの那覇祭りをあの楽しみにしてちょっと早めにね、うん、来てる人たちも、うんうんうん、結構最近外人あたりも来てるから、はい、特にねあの大綱引きはもうギネスでしょ、そうですね、だからね外人さんも、うん、もちろんね観光のお客さんも、うん、いろんな方がね楽しみにしてると思うから、ね、うもう本当に大綱引きの浜祭りだけはねできたらいいですけど ね、 そうですね、まあ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 今週末、ね、ちょっと不安ですね、そうですね、ねちょっと話が変わるんですが、うんうん、僕あのようやくですね、はい、ダンプさんのお店に先週行ってきましてありがとうございます初めてですか、いや2回目なんですけど、あびっくりした、一度だいぶ前ですけどね一度一人で、うん、あの飲みに行ったことあるんですけど、うん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 、今回はあの常連さんと、うん、うちのスタッフと4名でお伺いさせていただいて、うんはい、もうダンプさんの歌声聞きましたか、やっと聞きましたか、もうびっくりしました僕は何を言ってんだもうねあのやっぱり想像できないじゃないですか、わかんないですね、うん、日頃こんなって話してると、うん、もうダンプさん別人で、うん、やっぱりねちょっと歌のプロなのかなっていうような世界に入りますよね、そう声がやっぱいいじゃないですかダムさん、喋、うんうん、ってる声と一緒でしょ、ガサガサ声で、いや違いますよねガサガサ声で素晴らしい、でねもう一つ、はい、あのダンプさんが出してくれたんだけど、はい、なんだっけバンシル、バンシル、はいはいはい、バンシルを使ったアイスクリームを、バンシルアイス、あダンプさんがね自家製で作ってて、うん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 、すんごいおいしいの、自分も少し食べたんですけど、あの風味がちゃんと香りがしっかりしてますよね、そう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 、あれあのねほらうちのねまだ大きい声では言えないけど、はい、カクテルのレシピもダンプさんじゃないですか、はいはい、本当ダンプさんって料理すごいお上手ですよね、ありがとうございます、でその時発想はね、そう前にもねあの紹介したフーチバーピザももちろん食べて、うん、絶品なんですよ、うんうん、はあ、その後に出てきたバンシルアイスクリームがもう感動的で、いや僕もうずっとこのねあの十何年飲食業やってますけど、うんうんうん、なかなかないですよね、ガバアイスって見たことないですね、うん、あれダンプさん日頃からありはするんですか、たまたま、いやこのグアバの時期になると、はいはい、やっぱり同級生なんかがアイス作ってっていっぱい持ってきてくれるんですよ、うんうん、グアバ自体を、同級生の中ではもう名物なんですね、あの何でも作っちゃうんで、例えばあのお盆が終わった後で例えばスイカ、はいはい、余ったらスイカのアイスとか、あの作ってとか何でも何でも何か持ってくればアイスにしてくれるとか、めっちゃ美味しかったですよ、いやもうね僕そこそれに感動してついついお酒が進んじゃって、うん、二次会はチャーリーさんの店行きました完全朝までコースですね、そう台風の日でさ、で、直撃の日、私もだから後からチャーリーさんの店行ってだったんですよ、で慌てて片付けて、うん、出ようとしたらもうあまりの風のすごさに、ね、あ傘が2本金曜日ですもんね、そうだ風強かったですよ、もうしかももう一番こう2時3時、うん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 、もううわーっていう形で、うんうんうん、傘2本ダメにして諦めて傘意味ないですねもうあれは、それでメールして、うんうん、すいません無理ですってたどり着けませんって、チャーリーさんのお店の中にいたから気づかないじゃないですか、うんうんうん、外の状況、はい、でもガッパガッパ飲んで、うん、気づいたら朝7時なんですよ、無事よく帰れましたね、本当ですよね、まあ、どんなして帰ったか記憶ないんですけど酔っ払いな、そうあのもう自分が怖くなりましたよすごいな、ね、みんなで行ったからね、私はよしじゃあ後から追いかけますって言って、うん、途中までいやもう無理じゃと思って、うんうん、そのままそうですよね諦めて帰りました やっぱね台風の日はねお家にいるべきです30過ぎて思うことですね、そう30過ぎて思った、よく生きてたなと本当に怖い、なおかつ酔っ払って記憶がない時って、ね、何するか分かんないじゃないですか、久しぶりにあそこまでスパンって記憶なくすぐらい飲んだんですけど、いやラジオで言うのも恥ずかしいんですけどねいやでもやっぱりね三丁目楽しかったですよ、うんうんうん、ダンプさんの店の後のチャーリーさんの店は聞きましたね、よかったですね、
やっぱり久々のねちょっとこう台風らしい台風だったんで、確かにちょっとテンションも上がってたんですよね。それもありますよねやっぱり。何かな、低気圧が来るとテンション上がるんですかね、わかんないけど今週末もなんかやってきます。今週末のは本当来なくていいんですけどね。いやもう本当にね、被害が大変なんでね、本当ですね。でもね10月ってやっぱ怖いですね。いつ来るか分かんないですね。そうそう、だって25、26号もなんか発生するかもみたいな。あ、なんかその下にまたいるね、そう卵が。あれもまた分からないですね。今年は本当台風多いですね。多いですね。いや次。なおかつこの週末に、大体週末にそうなんですよ。本当に必ずね。何なんですかねこいつら。ありがた迷惑ですよね。本当に思いますよね毎週毎週、うん、ということでこの辺でね一旦前半終了で、はい、CM 入ります。また後半。あ、こんなところに沖縄そば石工風。へえ、そっちには地酒と地産料理花咲。わ、あっちには前島のチャーリーの酒場。目の前にカラオケバーダンプスルーム。あなたが知らない那覇の楽しみ、ここにあります。前島三丁目会。働くママを応援。お湯を注ぐだけですぐできる沖縄の素材を使ったもずくスープ、あおさスープ、オクラスープが好評発売中。お求めはイオンマックスバリュー各水産コーナーにて。有限会社島崎屋。あ、こんなところに居酒屋まさひろ。へえ、そっちには海鮮炭菜86。わあ、ここはお好み焼き焼きそば甲子園。わあ、あっちには炭火串焼き串坊主。キャー、目の前にロカビリーバー&ライブハウスギャング。あなたが知らない那覇の楽しみ、ここにあります。前島三丁目会。それでは後半、後半始めてまいりましょう。よろしくお願いします。三丁目の穴場です。はい、引き続きですね、この3組、地酒と地産料理花咲と、はい、海鮮炭菜86です。ライブもできるカラオケバーダンプズルーム。はい、今週はこの3組でお送りしております。よろしくお願いします。三丁目の穴場です。よろしくお願いします。ね、この番組への、うん、メッセージ、あ、はい、はい、お待ちしております。メールアドレス前3回アットマーク gmail.com、 前3回アットマーク gmail.com、 前3回は MAE 数字の 3KAI アットマーク gmail.com です。皆さんのメールお待ちしております。お待ちしてます。よろしくお願いします。ということでね、うん、でね、はい、先週はそのダンプさんのお店行ってきましたという話ですが、うんうんうん、あの前の放送でちらっとお話ししたなんと三丁目にビストロができますよっていう、はいはいはい、お話したじゃないですか。しましたね、花咲さんの近くに。そうそうそう、はい、ビストロ京屋さんというんですけども、うん、行ってまいりました。お、早速全面ガラス張りのそうそうそう、おしゃれな。そうそうそう、どうでした？あのね、やっぱりね、すっごい気取ったわけじゃないし、うん、かといってやっぱり何ちゃんとした洋食屋さんっていう雰囲気が出てて、うんうんうん、で行かせていただいたんですけど、すごい良かったですね。くも字で飲んでるのかなみたいな。あ、もう感覚がそんな感じになります。おもろ町で飲んでるのかなみたいな。でも一歩そこを出ると、はい、前島三丁目最高じゃないですか。でね、店長さんがオープン前からちょくちょくうちご飯食べに来てくれてて、うんうん、お話ししてたんですけど、うんうん、ビストロ京屋さん、なんだっけ、ほらワインにフルーツとか入れて作るサングリア。あ、そうそうそうサングリア、自家製で作ってるということでね、うん、サングリアってなんか
こう自家製って難しいみたいで、それを提供するのってですよね、法律というか、なんかそうそう、酒税法かな、なんかアルコール度数を何パーセント以上にしないといけないとか、あのそれをちゃんとクリアしてて、あの自家製で作ってるらしくて飲ませていただいたんですけど、すんごい美味しい。あのね、フルーティーだし、ワインのこの香りもするんですけど、なんていうのかな、濃厚、旨味が強いんですか。濃厚なんですよ。あの多分ただ単にこのワインにフルーツを入れてるだけじゃなくて、いろんなそのアルコール度数を落とさないためにリキュールとか、多分ウイスキーとかも入ってるのかな、なんかいろいろちょっとお酒をブレンドしてて、すごいさっぱりとしてフルーティーなんだけど、コクがある濃厚な味わいみたいな。じゃあそれだけはぜひ飲みに行かないといけない。いや美味しかったですよ。聞いてるだけで飲みたくなりますからね。そう、まあドリンクもあのそうなんですけど、あとはドリンクだと樽詰めスパークリングワインってさ、樽詰めスパークリングワイン、そうそうそう、スパークリングワインがそのあのビールの生サーバーみたいな、あ出てくる、そう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 、でその樽もさ、樽詰めっつってさ、本当に樽なの。おすげえと思って、それも飲んだんですけど、うん、まあ、辛口で美味しかったですよ。はい、お食事ももちろんね、あの県産の地魚を使ったカルパッチョとか、で、あの何、骨付きのままの生ハムってあるじゃないですか。あ、こう、あ、ありますありますあります。そうそう、自分で切ってみたいな、そう、それとかね、やっぱり僕初めて食べたんですけど、美味しかったですね。でまだ1回しか行けてないんで、どうしてもあれやこれや食べれないじゃないですか。まあそうですね、1回ではもうまた次行きたいなと思うようなお店でしたね、あのビストロ京屋さん。まあね、まだラジオには来ていただいてないんですけど、今後京屋さんもね一緒に参加できたらいいなと思いますね。そうですね、うん、いやまたこんなしてね、新しいお店が前島三丁目、増えてきたらね、出てきてくれる、嬉しいですね、嬉しいですね。でも本当に増えてきてますからね、皆さんもぜひ、聞きの皆さん、前島三丁目いい、結構ディープな、そうディープな街なので、面白みはすごいあると思うんですよね、はいはいはい、でやっぱお店も多いんで、回れるじゃないですか。そうですね、飽きないと思いますね、いろんな個性的なお店というか、多いですね、似たようなお店がいっぱいあるわけじゃないじゃないですか、そうですね、全然ね、みんな個性的な、それぞれ違いますからね、そうそうそう、だからあこんなお店もあるんだ、こんなお店もあるんだっていうふうに、何軒か回られても全然飽きない、今いい街になっておりますので、前島三丁目、場所はどこかというと、どこでしょう、泊まりんありますね。ありますね。泊まりんのすぐそばでございます。わかりやすい。港からそう、離島への玄関口、泊まりんと松山の間かな。そうですね。夜の町、松山の隣。そうそうそう、あの国道からだと、あの今あれじゃないですか、スケルトンプールがある、アクアチッタ、そうそう、ホテルアクアチッタさんの裏の方って言ったらね、そうですね、わかりやすいですね、はい、あの辺が前島三丁目というエリアで、僕たち前島三丁目会、三丁目の穴場をお送りしております。でね、先週ね、あのゲストの、上地のボルさん来ていただいて、先週お送りしたんですけども、また来週がその祝賀会、とですね、北郎さんを、がゲストでいらっしゃる祝賀会が来週にありますので、来週はまた、上地のボルさんゲストで来ていただく、ご予定となっておりますので、皆さんお楽しみに、ということで今週はですね、あと5分あります。あと5分あります。何を喋りましょう。はい、そうですね。僕が最近三丁目で感じたことは、はい、この2つです。なんで今もっと出てくるのかと思ったよ。失礼しました。そう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 。いや本当にね、このダンプさんのお店に行ったっていう体験談と、あとビストロ京屋さんに行った体験談をね、今週話したくてですね、すごく、っていうのもダンプさんの話なんでできなかったっていうと、やっぱり前回一人で行っちゃったんで、あんまり飲み食べできなかったから、なるほどね、ようやく今回はみんなで行けたから、そう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 、いてってことですもんね、カラオケも歌えて、そうですね、お酒も飲み放題で、
しかも2000円だよ。安いんすよ。そこなんすよ。2000円 でこんなお得なお値段でいいのかって思う。そうで、まあ、ピザもね、うん、やっぱフーチバーピザあれ本当に美味しいですね、うん、ありがとうございます。フーチバー上空にはたまらない、うんうんうん、あのピザですね。で、アイスクリームとかね、うん、先ほど話したそうそうそうガバパンシルのアイスクリーム。ダンプさん、あの日は、うん、ライブがあったんですね。そうですそうです、うん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 、ちょうどライブがあった。でその後に僕らお伺いしたんですけども、うん、まだライブをやったメンバーが残ってらっしゃって、おーおーおー、でみんなでワイ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 やってて、うんうんうん、定期的にいやライブはそうですね、うん、一応明日、まあ、毎月第1土曜日、うん、はいはい、あとはだいたい第2金曜日、うん、あとは、まあ、今月はあと14日日曜日と、はいはい、あと26日にまたほぼ毎週ヴィンテージ金曜日ライブが、ね、うん、今月は入ってるんですけどね。不定期では第1土曜日だけは一応決まってるんですけど、はいはい、あとはちょっと不定期でちょっと変動がありますけど、だいたい月に3回ぐらいは、はいはい、イベントを、で先月9月に初めて要するにこうバンドじゃなくて、はい、自分たちだけのなんかイベントをやろうかっていうことで、うん、カラオケ秋祭りっていう銘打って、はい、一応やったんですけど、うんうんうん、すごい楽しくて、うんうん、まあ初めてだからちょっと最初はね試行錯誤だったんですけど、うん、はいはい、これはちょっと定期的に毎月やっていこうかなというぐらい、いいですね、いいですね、すごいお客さんの方がすごいもう乗っちゃって、うん、入りやすいですもんね、それだったら、うんうん、経緯もそうです。点数はね馬下手じゃなくて一応ソロっていうんですか、はいはいはい、とあと株、なるほど、ちょっとゲーム的な、そうですそうです、点数をつけてこのゾロ目とか株の人は一応まあちゃんとした豪華景品で、うんうん、あと豚の人は封筒になんていうんですか例えばうちのフード一品、はいはい、サービス券とかちょっとそういうのが豚の人たちはこの封筒で引いてて、それ以外の人たちは一応こう大きな箱にお菓子を全部詰めてあって一応つかみ取りですカラオケ大会みたいな、うんうんうん、もう全然一元さん OK、 もちろんもちろん、いいですね、楽しい、このイベント10月はもう決まってるんですか。10月はまだね決めてないんですよ、たまたまこうちょっとね場合、あれが入っているんで、はいはいはい、だからでその代わりだから一応まあ景品代として500円その時はいただいて、うんうん、2000の名代で2500円でやったんですけど、まあちょっと最初のうちはね私も張り切っちゃって、うんうん、あと近所からこれ全然もらったけど使ってないからっていうのもやったけど血圧計だとかちょっとしたクーラーなんていうんですかペットボトルを入れる冷蔵庫みたいな、はいはい、ちっちゃいですね、もう結構いいのも入ってました。いやいいですね、定期的に、うんうんうん、カラオケ大会やれたら楽しいですね、はいはい、面白いですよね。それでちょっとねだから前島三丁目会協賛っていうのも、はいはいはい、いろいろ考えてるんで、わかりました、またこれはおいおいお願いに伺うかと思います、はい、かりました了解です景品ということで、うん、ちょうどそろそろお時間となりましたので、この番組は、有限会社島酒屋居酒屋まさひろ以上2社様のご提供のもとお送りしております前島三丁目の穴場です、はい、来週は先ほどもお伝えしましたが、上地昇さんの祝賀会がありますので、ゲストで上地昇さんいらしてくれます、はい、それでは皆さん、また来週お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。働くママを応援、お湯を注ぐだけですぐできる沖縄の素材を使ったもずくスープ、あおさスープ、オクラスープが好評発売中。
マックスバリュー各水産コーナーにて。有限会社島崎屋